おはようございます。チャコ&チコです。今週は総集編をお送りします。日替わりのテーマは番組の最後に発表。ではどうぞ。思えば、2019年の、一昨年ってこと？一昨年の秋に、はい、秋10月ぐらいだったかな、オリンピックを彩った名曲集ということで、今までのこうオリンピックの年代、国とかにね、まつわるいろんな歌を、歌う特集をやったんですよ。やりましたね。それがまあこの歌集なんだけど。そうですね。そうだったね。で、これまでの本当に第1回のアテネ大会から、前回の東京オリンピックまでのね、まあ何年がどこどこでしたと、でその頃日本ではこういう歌が、まあ流行ってた、みんなに歌ってたよっていう、のが出てるんだけど、例えば、あの日本がアジアの国で初めてオリンピック参加したのが、1912年のストックホルム大会、スウェーデン、1912年明治45年とかね。明治45年、初めて日本がオリンピックに参加したんだ。でこの頃っていうのは、まあいわゆる商家の時代ですけれども、だからまあ茶摘みとかね、村祭りとか、どんどんキャララどんどん、春の小川とかね、まあそういった歌の時代ですね。そっか。1936年。昭和11年のベルリン大会っていうのは、もう皆さんご存知、前畑さんがね、前畑頑張れの年、それが1936年、昭和11年、この年の日本では、東京ラプソディがね、そうか、そしてまあ、もちろんね、その前回の昭和39年は、まあそのあのうなせらぎ東京とかさ、まあそういう歌はもちろんだけど、東京の日を、いつまでもとか、まあ、あと上野駅、とかそういう時代でしたね。あ、学生時代もこの頃なんだ。学生時代はその翌年ぐらいになるのかな。そうだったんだ、毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ラララララ、この歌をあなたと。それでは準備体操からやっていきましょう。はい、肩に手を乗せて大きくゆっくり回してください。ぐるー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 、反対回しです。ぐるー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 。はい、ありがとうございます。ユーストンです。ギューストーン、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 します。
花はスミレではなくて、うん、ライラックっていうのかな。ライラック、うん、フランス語だとリラっていうのかな。あ、リラ、うんうん、うんうん、だから、リラの花咲く頃っていう訳でね、シャンソンの方とか歌ってるのも結構ありますけれども、うん、まあ、そんなそれを、まあ、日本に馴染みのあるスミレに置き換えて、うん、ちょうどね。最後のところで、はい、こうなんていうのかな、その通りをこう上からこうパーッと眺めるようなところが、あれ確かさ、この辺で言うとさ、国立駅の前ってこう、うん、学園通りっていうのある、
大学通りっていうのは分かんないけど、うんうん、あそこの感じってなんかシャンゼリゼを意識してこう整備されたって聞いたことあります。ああそう、うん、あ聞いたこと私もあるかもしれない、うんうん、だからその写真をパーっていうね、そのシャンゼリゼの写真を見ると栗たちを思い栗たちを思っちゃうなるほどね、うん、街を歩く心軽く誰かに会えるこの道で素敵なあなたに声をかけてこんにちは私と行きましょう。オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ。オーシャンゼリゼ、あなたを連れて遊びに行こう。みんな集まるあのクラブ、ギターを弾いて朝まで歌う、楽しく騒いで恋をする。オーシャンゼリゼ、2024年のパリオリンピックっていうのは、はい、なんかその街を会場にみたいなことを言ってたじゃない、うん、街自体を舞台にしちゃう、うん、あれどういうことなんだろうね。なんかその誰もが知るそういう場所でその競技をするっていうことをなんか言ってましたけど、うん、はい、大丈夫なのかな ね, ね、うん、まあ、日本で言ったらどういうことなの、うん、東京タワーでボルダリングをするとかなんかそういう、ようなうん、そうですね、うん、ちょっとわかんないですけど、はい、うん、じゃあ風景も楽しみながら。さ、はい、二人の恋は「許してさえ」
それで